さすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ。俺だって寒いんだ。不便だな、地球人は。ザコがいるようだな。まだか。研究所がある場所というの。もうすぐそこだ。ザコがいるようだな。ホセ！
あそこだ。この近くだ。なんだ、海の親であるこのわしを。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う、ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど、俺たちより前のタイプか。16号だと？16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですが、あのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった、あんなやつ。どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。え？さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？まさか悟空地に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。カロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。仕上がれ。
リック砲死ねえ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが、行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのは、どうも自信過剰だな。半端な奴ほど、そのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか女かデクノボーか。
それとも3匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですかベジータさん。ちっ、もう来やがったか。鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。仕方ない、お前たちの相手は俺がしてやろう。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん、言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。思っても見なかったよ。
あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ。ケロッとしてやがる。でも、もう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。心配するな。ドイツもまだ生きている。早くセンズってやつを食わせてやるんだな。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待ってくれ。なんだ、何か用か。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ、人間では。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。死んでしまう。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。センズのことを知っていて見逃したとは。俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない。放っておくんだ。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。はっきり言うぞ、孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、やつをどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。でピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は。そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち。さあな、思い当たらんが何があるというんだ。神様ん家だ。神様の。どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。
もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え？そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。わかった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。無理するなか。本当だよな。今度ばっかりは。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。よかったら未来のことを聞かせてくれよ。あまり話したくないなら別にいいけど。そうですね。あまり楽しい話ではありませんから、やめておいて。